偏重。案のごとく三門の大主この城を被験して戦議まちまちなり、あるいは源氏につかんという使徒もあり、あるいはまた平家に同心せんという大主もあり、思い思い意義まちまちなり、老僧どもの戦議しけるは、せんずるところ我らもっぱら近隣聖主天長地久と祈り奉る。平家は東大の御外戚三門において帰郷をいたさる。されば今に至るまでかの繁盛を規制す。しかりといえども悪行を法に過ぎて万人これを背く。売ってを国々へ使わすといえどもかえって遺族のために滅ぼさる。源氏は近年よりこの方どどの戦に打ち勝って運命開けんとす。なんぞ当山一人祝運つきぬる平家に同心して運命開くる源氏を背かんや。すべからく平家稚愚の義を翻して源氏効力の心に従すべき。よし一味同心に戦議して返調を送る。木曽殿また家の子労働を召し集めて各名にこの返調を開かせらる。6月10日の日の朝上、同じき16日到来、飛越のところに、数日の鬱年、一子に下山す。およそ平家の悪逆、累年に及んで、朝廷の騒動、やむときなし。こと、人口にあり、逸出するにあたわず、それ英学に至っては帝都倒木の人士として国家性質の正気をいたす。しかるを一点久しくかの妖撃に侵されて歯科医常しなえにその安戦を得ず、剣密の法輪なきがごとく、王吾の真意しばしばすたる。ここに木かたまたま類体武備の家に生まれて、幸いに当時聖戦の陣たり、あらかじめ希望をめぐらしてたちまちに騎兵を起こす。万死の命を忘れて一線の功を立つ。その老いまだ両年を過ぎざるに、その名すでに歯科医に流る。我が山の師とカツガツもって消滅す。国家のため類家のため武功を感じ武略を感ず、核のごとくならば、すなわち三条の正気虚しからざることを喜び、海大の恵護怠りなきことを信ぬ。時事多事常住の仏法本者
末社祭典の神明定めて凶暴の再び栄えんことを喜び創教の古きに伏せんことを追記したま恨む使徒らが心中ただ検察を垂れよ叱ればすなわち妙には十二尋常かたじけなく異様全勢の使者として教族追悼の養子に相加わり県には三千の使としばらく主学三行の近接をやめて悪慮自罰の官軍を助けしめん士官十条の凡風は官僚を和朝のほかに払い湯河三密の宝雨は士族を去年の昔に返さん主義核のごとしつらつらこれを察せよ寿永二年七月二日の日大修羅とぞ書いたりける